どん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 、たくあんボーイ。どうも、たくあんボーイです。今回はですね、今後について話をさせていただきたいと思います。今後はですね、YouTube 配信を続けていくんですけども、毎週土日の日本投稿にさせていただきたいと思います。1年前はですね、本当にコロナの時期でステイホーム期間ということでね、思うようにね、活動が本当にできなくてですね、ライブなどもできなかったり、外に出歩くことができなかったので、 YouTube を使っていろいろとね、自分のお笑いを表現させていただいていました。でもね、だんだんと時が過ぎましてね、このままね、本当にもう引きこもりの生活が永遠に続くんじゃないかとか不安はあったんですけども、なんとかね、今は生でライブができるようになってきまして、営業などもね、少しずつ増えてきました。まだまだね、油断はできないんですけども、そちらの活動をですね、メインにしていくということでね、本数を減らさせていただいています。今まで毎日やってたんですけども、その分ね、週2本ね、いいものを皆さんにお届けできるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。やっぱりね、たくあんボーイはね、お笑いライブが好きでね、YouTube を撮るのもね、とても楽しいんですけども、やっぱり舞台に立って目の前のお客様をね、まずはね、笑わせるためにですね、たくさんね、ネタを書いたり、ライブにたくさん出てネタを仕上げていくというね、作業だったりすることで、なかなかね、 YouTube に時間を取れなくなってしまうなということもありましてね、無理して毎日配信をするのもね、まあメンズメイクだったんでね、毎日できたんですけども、まあ、無理して配信はちょっとね、できないなということでね、まあ、無理をしなさいというところですけども、その分ね、お笑いライブの方でね、まずいいものを作って表現できるようになっていきたいと思います。毎週土日ですね、たくあんボーイチャンネルね、たくあんボーイじゃなくて、最近変えたんですけどもね、たくあん TV からたくあんステーションにしました。それはね、キッズステーションっていうね、昔よく見てたアニメ番組かな、あったんですけども、すごいね、好きだったんですよ僕。こじこじとかアルプスの少女ハイジとかいろいろとやってたんですけどもね、そういったものをね、子供が見て楽しめる、誰が見ても楽しめるようなね、番組にしたいということで、たくあんステーションにさせていただきました。ちょうどね、元駅員っていうのもあって、鉄道系の動画もね、アップしたりしてますのでね、ちょうどいいなということでね、最近たくあんステーションになりましたので、はい、これからもね、ぜひたくあんステーションをよろしくお願いいたします。それではね、次は、また土日にね、動画配信しますので、ぜひお楽しみにしておいてください。ぜひ面白いと思っていただけましたらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。シェイシェイツーデンに恋じゃんす、よいしょ、はいしょ。